良かったですね。いい旅館でした。はい、あでも良かったな。いいんだ、いい旅館だったな。はい、もう全てインクルーシブでした。いつでゲームハマってきたって言ってるよ。やっぱこれは何やってんの？まあ、旅行あるあるだと思うんですけど、うん、やっぱその旅行に行くと寝たくないじゃないですか、夜。あ、まあそうね。うん、もったいない気がしちゃう、ね。この旅館すごくて、あの、すべてインクルーシブなんですよ。何インクルーシブって？まあ、すべてインクルーシブなんです。インクルーシブって何？インクルーシブ。例えば、その、で、ロビーに行ったら、お菓子とか、その、アイスとか、そのビールとか飲み物が全部無料でインクルーシブなんです。ああ、なるほどね。お部屋についてる冷蔵庫、すべて飲み放題インクルーシブなんですよ。はい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 、はい、うん。だからもう、で、風呂上がりも牛乳とか生ビールがもうすぐあるみたいな。うん、いや、さすがリッチな。いくらでも、いくらでもインクルーシブみたいな感じの、あれで、だからもうせっかくだからやっぱ夜もさ、こう、いくらでも飲めるから、やっぱお酒飲みながらなんか夜更かししたいじゃないですか。まあね、したくなるわ、うん、それはわかるわかる。ドズルピエンは、ドズルとミルクピエンは、まあ、ちょっとロビーに深夜行って、その、うん、ちょっと少しでも元を取ろうとアイス食べたりとかプリン食べたりとかしてるわけです。わかるわかる。少しでも元を取りたいから、うんうん、だからプリンいっぱい食べて、でちょっとゲームをしてたんですけど、やっぱその普段やっぱやらないゲームも、その、うん、旅館だったらもうついついやりすぎてしまうというか。気づいたらもう朝の5時までゲームしちゃってて。何やってんのよ。やっぱなんか寝るのもったいなくてね。あ、うん、まあまあまあ。ミルクピエンはつむつむを、僕はもうジャンタも朝5時までやって。じゃ何やって、うん、もう家でできるやつ。プリン食べながら。うん、で、まあ、まあ分かる。で、しかもサウナがちょうど朝5時からスタートだったんで。はいはいはい。僕は徹夜で、そう、朝5時のサウナに入り、徹夜サウナをし、就寝するっていう。うん。そう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 。家でできるんだけど、あえてそこでね。うん、まあね。